立教女学院中学校、高等学校は、東京都杉並区久我山4丁目に所在し、中高一貫教育を提供する、私立女子中学校、高等学校。イングランド国教会の流れを組む日本製、公開系のミッションスクール。神の前で主体的に自由に生きることを教育指針としている。創立以来、制服がない。 立教大学への推薦入学制度がある。1877年、イングランド国教会を始祖とする、米国聖公会の宣教師、チャニング・ウィリアムズと、その協力者であるクレメント・ T ・ブランシェ長老により、現在の文教区ゆしまに、立教女学校が設立される。初代校長のブランシェ夫人の働きを、来日したばかりのミス・フローレンスが支え、二代目、校長を務め、 立教女学院の創世記を形作る。1879年に築地に移り、ストリート・マーガレット・エス・スクールの名称を使う。ストリート・マーガレット・エスは11世紀のスコットランドの王妃、聖マーガレットの名にちなむ。1883年には、アメリカから学校を卒業したばかりの米国生、公開宣教師のエマフルベッキが来日し、20歳に、 なったその年の春から英語と音楽を教える。1884年には、ジェームズ・ガーディナーの設計で、築地居留地内26番に新校舎を建設。校舎は、洋風3階建ての美しい建物で、居留地内でも評判の建物であったと言われている。立教女学校は新校舎とともに、高速教則も整えられ、ミスリデックが校長となる。 1899年に私立立教女学校と改称し、女イやコンドルの設計で築地居留地38番に新校舎が完成する。1923年の関東大震災により、立教女学校を含む追事の洋館はすべて消失し、翌年に現校地の東京と杉並区久我山に移転する。米国聖公会からの流れを組み、キリスト教の思想に基づいた。 女子教育が行われている。制服は創立以来ない。付属の聖マーガレット礼拝堂は杉並区指定の有形文化財となっている。創立者が同じである。学校法人立教学院とは別法人であるが、基本的な心情を同じにしており、連携が行われている。2010年4月中学1年入学者より、卒業論文を提出するなどの要件を満たす者は、 受け入れ総数121名で、立教大学に推薦入学することができる。2006年度入学の高等学校1年生から2年生、新旧時に、理系、文系、文系の3つのコースに分かれ、立教大学以外の大学を受験にも対応した、指導を行っている。創立以来制服はない。ただし、スカートの着用が義務付けられている。服も、私服を着るものは皆無に近く、 皆なんちゃって制服を着るのが伝統となっている。また、ノースリーブ、胸元の大きく開いた服、または、そのような着方は禁止されている。中学生は、パーマ、脱色などは認められないが、高校生のみパーマをかけることができる。化粧は、中高ともに禁止。足に関してもかかとの高い靴や、スニーカーソックスは禁じられている。また、 投稿の際は、指定バン持参と交渉着用が義務付けられている。長らく携帯電話の持ち込みが禁止とされ、違反が発覚した際には、面談や立教大学の推薦取り消しといった措置がなされていたが、2019年度より持ち込み可能となった。中学入試のみである。帰国生入試が12月下旬に、一般入試が毎年度2月1日に行われ、 共に4教科の学力筆記試験と面接試験もある。2006年度より一般入試では募集自民が90名から110名に増加し、学力筆記試験と同日に行われていた面接試験は別日程で1月下旬となり、保護者同伴形式に変更された。試験当日に教室で生徒が学校を紹介して心をほぐすトークが恒例である。 立教女学院小学校の卒業生、約72名のうちほぼ全員が立教女学院中学校に進学する。なお、一時期、高校からの生徒募集も行っていたが、1999年をもって停止している。2010年4月中学1年入学者より、卒業論文を提出するなどの要件を満たす者は、受け入れ総数121名で、 立教大学に推薦入学することができる。なお、2005年3月卒業生から2015年3月卒業生までは立教大学への推薦枠が撤廃され、一定要件を満たした希望者全員が立教大学へ内部推薦進学が可能だった。ありがとうございます。